久保さん攻めてきますねこの「愛はお金で買える」シリーズめっちゃいいんじゃないですか <laughs> 思想哲学の部分まあ思想哲学っていうか多分ね久保さんのおっしゃる通りでお金に苦しみ続けてる人はあお金に苦しみ続けてる人もしくはお金に対して嫌なイメージを持っているとかまあなんかそういう人は多分あのーまあ、この概念を取り入れることは非常に難しいと思います。 だってお金に苦しめられてまた正規書来たよみたいなね。ふざけんなよ。なんで俺だけみたいな話なんで。だからまあ、これを理解できるためには、やっぱお金稼がないとダメですね。<laughs> 結論。まあ別に理解したくないんだったら金稼がなくてもいいと思うんですけど、理解したいんだったらひとまず金稼いでみろって話ですね。うん。だからあの、ひロしですみたいなね。 あの、これ R、R25 編集部っていうやつがあるんですけど、それでね、昔、その、ヒロシです、ヒロシですっていうね、あの、芸人さんがいて、今、YouTube でね、成功したわけなんですけど、まあ、そのインタビューで、まあ、ひとまずお金稼いでみないとわかんないよっていう、ひとまず稼げみたいなね、ことを言ってたんですけど、やっぱその、うーん、まあ、僕も最近ね、親に、その、 車プレゼントしてあげることもできたし、もしお金を稼ぐことが僕できてなかったら、一生それはできないんですよ。じゃ、んで、その、なんだ、親孝行は形じゃない。うん、親孝行はお金じゃない。うん、まあ確かにその概念ももちろんありますよ。ね。言葉をかけてあげるとか、産んでくれてありがとうとかね。 うん,なんかそのお金じゃない部分でひょあの親孝行を表現することは可能でしょう。ただしじゃあ旅行をプレゼントしたりとかなんか、うん、じゃあご飯一緒に行こうぜって言ってまあ,あのいなんだ育ててくれたからここは俺が出すよとかねなんかうーんそれも愛だし。 うん、逆にそのなんだろうな、そのかお金があると、その価値を体験してもらえるわけですよ。だからうちの親父が言ったことがね、これが、まあ、僕、その言葉を聞けてよかったなと思うんですけど、死ぬ前に、死ぬ前に会社なんて乗れるなんて夢にも思わなかった。夢にも思わなかったことを僕は実現したわけですよ。で、これ、夢にも思わなかったことを実現できた理由は金稼いだだけなんですね、単純に。うん。でも、夢にも思わなかった、 体験を死ぬ前にさせてあげることができたっていうのはまあ一つの愛情表現の一つなのかなっていううんだからな,なんだろうなうーんお金を行使してお金を武器として使うんじゃなくてお金を愛として使ううんまあ仕事もそうだと思うんですけど多分多分ね仕事もそうだと思うんですけど多分ねお金のために働いてるんですよねみんな うん、まあ、それはしょうがないんですけど何だろうなうーんお金のために働くんだけれどもそのお金をお金じゃないまあ難しいなその例えばじゃあ収入が高い人と収入が低い人ってあのまあ全員当てはまるわけじゃないんだけどその収入が高い人って多分会社愛ってあると思うんですよだって会社にどれだけ貢献したかによって その見返りが来たりするわけじゃないですか。じゃあ会社のことが好きです。会社のことを愛しています。じゃあ会社のために何か利益を上げることはできないか。会社の今トラブルがあったものを何か問題解決できないか。まあ会社愛があったとするじゃないですか。じゃあその社員って給料が上がりやすいですよね。でも逆に会社愛がない人ってうーん、なんだふざけんな給料安くてね。こき使わしやがってとかね。多分そう,そういう感じなんですよ。じゃあそっ その人は収入上がんのかって話で多分上がんないですよねだからそのなんだろうなお金っていうものをどのように転換するかだと思うんですねうんお金っていうのはまあ久保さんの言う通り人間が作り出したものだしうんまあ僕はねあの GTR34 っていうね車をね愛してますけど愛車っていうねトヨタの社長がね車ぐらいですよと愛車ってつくのがと すごいいい仕事し,していい,いい仕事だなと思いますみたいな,なんか話してたんですけどまただの鉄くずなんですよ物の見方によったらねえそうじゃないですかただの鉄くずなんですよただから僕あの <laughs> 一回車動かなくなった時にいや GTR34RB26 エンジンもこれ動かなかったらただの鉄くずやなみたいな <laughs> 思っちゃったことあったんですけどでも物のの見方を変える鉄くずなんですよねただ鉄の塊じゃないですか うん、でも物の見方変えると愛車になるしだお金に対してどういう物の見方をして解釈をしてそこをどう捉えて受け,受け入れているのかっていうところがすごくあの大事なところなんじゃないかなと思いますね少なくても少なくてもお金に対して悪いイメージがあるお金を嫌いお金に対してなんかお金お金って言うと うんなんだお金の亡者あいつらみたいに思う人っていうのは多分うん収入を上げることは非常に難しいのかなと思いますなぜならば僕が貧乏の時はそういうものの捉え方してたんで僕がお金稼げてない時、えー、その普通に働いていた時バイトしてた時とかはそういう考え方とかねそういう勉強、まあ、お金に対しての勉強とか全くしてないので まあその見れば見るほど嫉妬しかないんですよ。でニュースつければね、汚職、政治家の汚職だとかね、あ、なんだ結局悪いことしてんじゃねえかみたいになるじゃないですか。でもそれはお金の勉強してないからなんですね。でお金の勉強して、じゃあお金に対してどういうイメージ、意味付けをしていくのかっていうところをしっかりと向き合ってやっていくと、いやそもそもお金めっちゃ大事だよねと。もちろんお金じゃない大切なものもあるけど、お金も大切だよね。だから両方大事だよねと。 で、百歩譲って <laughs>、まあ、ま、すべてにおいて金はかかるってことですね。事実として、これが。愛する人の、愛する人のね、うん、なんだ、あ手術、代もお金がかかるってことです。だから、お金がないと救えない命もあるってことです。そう考えるとお金は愛じゃないですか。この前、そのなんかのニュースやってたんですけど、子供が義足、子供が生まれた時から、 右手か左手がないんですよ。で、義足をつけたいんですよね。だけど、その義足、義足じゃないな、義手なんかこういうなんか手のやつですね。でもそれ、子供用はクソ高いらしいんですよね。でもお金がないんですよ。で、その母親がお金がないから、どうしたかっていうと、クラウドファンディングで金集めて、1週間ぐらいで何百万ぐらい集まって買えるようになったんですよ。で、その子供がね、ありがとうみたいな感じでね。じゃその集まったお金って、 愛でしょ <laughs> どう考えても <laughs>。え、どう、どう、どうですかね。そこそこに集まったお金は愛じゃないですか。でも、物の見方すると、物の物のね、違う見方をすると、こう、面白い解釈ができて、なんだ、あの親は、何、人から金集めて、なんかやってるよ、みたいな。ひきよだよ、とかね。わかります物の見方変えるとね。<laughs> そうじゃないですか。何も働かずね。 苦労もせず、ただ子供のね、動画をアップして、共感とか得てね、卑怯だ。みたいなものの見方もありますからね。どうでしょうか <laughs>。ああ、もうね、もう本当ね、どう見るか、どう受け、どう見るか、どう受け入れるかで全然もう変わるのだよ。これは面白いですよね。だ答えはないです。でも、どっちの、どっちの答えの方がよりよく生きていけるのかっていうところは考えるべきですね。答えは自由だし、 だけどどういう答えを自分の中で導き出すのかっていうことによって人生は大きく変わると僕は思いますけどね。はい。いってらっしゃい。